天国に結ぶ恋は、坂田山真珠事件を題材に、五所平之助が監督した1932年公開の小畜映画。また、徳山玉木、四谷文子が歌った同名の主題歌。映画の公開は坂田山真珠事件から約1ヶ月後の6月10日。監督の五所によれば13日間くらいで撮影を終えたという。当時、 水の踊り子を制作しようと考えていた御所は、たまたま旅行中に事件のことを知り、間もなく会社からすぐ帰るとの連絡を受けた。旅行を切り上げ、会社で映画化の話を聞いた翌日、御所らロケ隊は主演の竹内良一と川崎裕子を連れて大磯を訪れ、真珠の現場に花を捧げた上で、宣伝のためのスチール写真を数多く撮影した。御所は、 映画としては大変際ものであったため本当はやりたくなかったが会社から仕事を仰せかったため引き受けたと当時の心境を語っておりなんだか自分のところへ行きそうな気がしていたとも述べているストーリーは話題となった真珠事件を題材にしつつもおぼろずき世に死体愛部と新聞市場を賑わせた死体盗難の猟奇的部分には一切触れず 松竹の看板スターによるロマンチックなメロドラマに仕立てられた。事件発生の翌月に公開されたこともあってか、三週続へのヒットを飛ばした。伴奏や主題歌だけをタイトルに被せて聴かせるという、トーキーへの過渡期に流行したサウンド版形式で上映され、歌を聴いた全国の女性が涙したという。 映画を鑑賞しながら映画館の中で自殺を図る人が出たり、後追い真が続発して困ったことになったと思っていた御所のもとには映画による悪影響であるとしてその責任を問う内容の当初が数多く寄せられた。また、地方においては検閲後に上映禁止に踏み切った件もあった。一方で御所は映画がヒットする予感を持っており、 実際に潰れかけの映画館が立ち直ったという話をたくさん耳にし、ご所自身も次回作、恋の花作イズの踊り子を好条件で撮影することができたという。世の中がエロ、グロ、ナンセンス、政党政治の腐敗に伴うテロ事件などと騒然としていましたね。そんな中で何か死よりも清いものに対する憧れのようなものがあり、 この事件もとにかくロマンチックな映画にしようと、その二人の純情な清い恋を歌い上げる、ということで作りました。他でかなりリアリスチックな映画に仕立てたところも、ありましたが、それはあまり受けなかったようです。私どものが受けて、その主題歌が今でも歌われているというのは、やはり清く、ロマンチックに作ったからだという気がしますね。五章平之助証言私の昭和史一。 天国に結ぶ恋作曲、林淳平ビクターレコードより発売。ABCDE 東京12チャンネル報道部編、証言私の昭和史一学芸書九1969年、206ページ。遠藤のりやき編、流行歌と映画で見る、昭和時代に国書観光会、1986年、65ページ。ABC 東京12チャンネル報道部編、 証言私の昭和史一学芸書林、1969年、208ページ。ありがとうございます。